星町彗星、田所あずさ、平行線スクランブル。皆さんこんばんは、田所あずさです。この番組は交わらない平行線の世界にいる VTuber である星町彗星ちゃんと声優田所あずさの2人がラジオを通じて声優と VTuber の垣根を越えて次元を越えていく番組なんですが、本日もスイちゃんがお休みということでピンチヒッターにこの方が来てくれました。はい、にゃんハロー、今週も来ました、ホロデブプロダクション所属のエリートみかん、さくらみかです。はい、にゃんハロー。はい、にゃんハロー、またまた来ましたよ。お願いします。はい、お願いします。先週はね、もう話しすぎて、うん、コーナーが飛んでしまったので、はい、飛びましたね。今週は今週はなんか2人ともなんかちょっと得意そうな、うんうん、得意っていうかなんか馴染みのあるそうだねコーナーなので、ねうん、必ずやりたいと思う。楽しみ楽しみ、せっかくね用意してくれてますからね。そうそう、やりましょう。はい、やります。最近肌寒い日もありますけど、みこちは棒読みだなこの秋楽しみにしていることはある？あー、でもみこはねやっぱり食欲の秋だと思っているので、いろんなねご飯食べたいとか、うん、時間があればちょっとねキャンプに行ってみたいななんてことはね、思ってるんですけど。キャンプとか行くの？いや、あのねまだちゃんとね行ったことなくて。あ、そうなんだ。挑戦したいなと思って、今年こそはね、うん、思い越しを起こそうっていう。あら、スイちゃんと、ね、いやスイちゃんとも全然行きたいね。うわ、スイちゃん虫嫌いだからな仲いいね結局。いやいやいや、まあまあね、うん、まあそりゃね、うん、濁してる。はい、はい、ということで早速始めていきましょう、はい、本日も特別版さくらみこ、田所あずさ、平行線スクランブル、今夜も平行線からスタートします。さくらみこ、田所あずさ、平行線。改めまして田所あずさです。そしてピンチヒッターのさくらみこです。はーい、まあなんかスイちゃんの好きなところとか言っときなってそうだね、まあまあ、行こうかな、うん、なんだろう、スイちゃんの好きなとこなんだろうね、ライブとかかな。いや、うん、ちょっとそういうことじゃないでしょうってえ、なんだなんだそれはなんかほらファン目線っていうかさ、うんうんうん、感じじゃないですか、うん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 、なんかそのうちが友達ならではのみたいなないんですか、うん、あ、お出かけみたいな。そうそう、でもまだね全然行ってないけど、うん、それこそお家にお邪魔したりとかはしましたね、うん、あ、そうなんだ。そう、あのおね姉町いるじゃないですか、うん、姉町のねお鍋とか食べたりさ、したよ。もう家族ぐるみの中だ。いや姉町はねすごいね、うん、なんかもう母性溢れてた。あー、そうなんだ。何でもしてくれるの。え、これいる？これいる？ちょっと買ってくるねみたいなあ、でもなんかスイちゃんの話聞いてるとそういう方っぽい、うん、いやそうなんだよ。なんかお茶とかもなんかすごいたくさんお茶っぱあって、どのティーが好き？どの香りがいい？とか言って。そうなんだ。そう、お茶入れてなんかお茶菓子もね乗せてくれるの。うわ、マジでと思ってなんかだからスイちゃんって甘え上手なんだろうなって思うね。もう本当に末っ子だよねスイちゃんね、うん、気がする末っ子よ、うん、甘やかされてね、甘やかされて。あれコロちゃんって、うん、あれ兄弟が？あ、兄がいます。あ、じゃあ末っ子だ、うん、末っ子。でもあんまりね、うん、そんな感じしないですよね私、うん、なんかよく言われます。長女っぽいなって思ってた。そう、兄がもうね早々に家を出やがったのでいないような。そういうのもあるよね。そう、いないようなもんですから確かに。みこちは？みこはあの意外と長女なんですよ。下に2人いて。ぽい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 。本当？うん、でしょ、うん、そうなんだよ。やっぱなんかそう、なんか支えてくれる感じがある。本当に？うん、対応、そう、面倒見よさそう、すごい。えへへ、まあね、うん、まあねそういう言っちゃうところだけ、うん、あれだけどいやでもね、だからこそなんかこうスイちゃんのね、うん、もう妹ムーブというか、あ、なるほどね、あの末っ子感とか羨ましいし、結構ね、ホローライブプロダクションのメンバーは末っ子が多くて、うん、あ、そうなんだ。長女がね、本当に少ないんでしょ。あ、
もうみんなのお姉ちゃんだじゃあ、みこちは。みこはお姉ちゃんかな。みこち料理とかするの？みこはね、料理たまにするよ。最近はね、よくね、家で作ろうと思って、ずっとね、ウーバーイーツとかだったけど、自炊するようになりました。え、何作ってるの？え、でも全然だよ。なんかスーパーでパーって走って、なんかお刺身とか買って、お魚買って、なんかジャジャジャって焼いて、お味噌汁ジャーって作って、本当に質素な。あ、和風だ。でもなんかお魚焼くって結構一人暮らしだとめんどくないですか？めんど、でも揚げ物が一番めんどくさいからね。揚げ物なんてする気もないよ。ないですよね。一人暮らしでも食べたいなと思うけど、めんどいなと思って全然やらない。もずくとか食べてるよ、ちょっと。なんかすごい日本だね。なんかトロトロのやつが食べたいんだよ。でもさすが和服のだけあるわって感じ。あ、本当に。日本食が好きなんだね。はい、はい、そんな感じで、はい、もうメール行こう。え、やだ、メール行こう。え、ちょっとミコ聞きたいことあるんだよ。あのね、コノちゃんミコ気になってることがあります。コノちゃんは、はい、うん、もう声優10周年ということで、もうすごいなって思ってるんですけど、なんと、ね、写真集を11月の10日に発売することになりましたよね。そうなんです、うん、いや、ありがとう。みこちもなんか普通に打ち合わせの時に、うん、あ、そうそうそう、見ましたみたいな、そう、表紙見たんですって言ってくれて。そう、見たんだよ。そう、嬉しかったんですけど、なんかちょっとね、なんか肌がこう、うん、ね、うなじじゃなくて、なんていうの、この鎖骨、デコルテがね、そう、デコルテが見えてる表紙で、うん、なんかいつもよりも、なんだろう、大人セクシーっぽいところもあるなって、うん、もう10周年ですからね。いや、すごいね、うん、もう気になってるんですけど、どんな感じの写真集なんですか？そうですね、本当でも、うん、大人で、うんうん、おしゃれで、うんうん、なんかね、ちょっとね、まあ、芸術的な感じに、ね、うん、なってます。って、待って、なんかコロちゃんなんか綺麗だね。嬉しい、ありがとう。コロちゃん綺麗だよ。そう、なんかこう、なんだろう、まあ、余白っていうタイトルの通り、ちょっとね、こう見てる人にもこう何か感じてもらえる余白のある写真がいっぱい ありますので、今までにないね、着たことないような、うんうん、服っていうか、ね、衣装、多分普通に着てる人いないレベルの、そう、日常で着ることないよみたいな衣装いっぱい着てるので、はい、ぜひね、まあ、チェックしてほしいなって。いや、ぜひね、うん、11月10日にみんな買いましょうと、はい、お願いします。はい、はい、じゃあメールです。はい、平行線ネーム、ギョリノフミコピーさんからいただきました。はい、初めて投稿します。今回サイピンチヒッターで登場のさくらみこさんのファン、はい、いわゆるミコピーのものです。はい、みこちが再度センスクにピンチヒッターとして出演につき、メール募集とのことで早速投稿させていただきました。うん、さて、前回みこち出演会に続いて、みこちのエピソードを投稿させていただきます。私が思い浮かぶ中で、みこちの去年最大のポンはやはり寝坊でしょうか。去年末に予約済みの配信に対して4時間を超える大寝坊を決めて、マジ？チャットじゃん、チャット欄じゃん。当時のホロライブの寝坊記録ランキング1位、アンドハッシュタグ、ゆっくり寝ろみこちが世界トレンド1位を取ったこと、すげー。せっかくの機会ですし、もしよければ田所さん的寝起きのコツなんてあれば、はい、我らのみこ様にご教授いただければと思います。いや、これもう感じが悪いじゃない。みこの衣装落ちちゃうでしょ。4時間、いや、あれはね、うん、びっくりしました本当に。え、でもさ、うん、なんかやっぱりさ、もうみこっちもさ、ホロライブさんに入ってるからさ、うん、電話とかかかってくるんじゃないの、会社からっていうか。あ、でもね、うん、その、うん、同じメンバーの、うん、からは、うん、着信があったりとかはしたけれども、うん、ね、4時間も寝たって。電源切ってた。電源切ってたのかな。いや、マジで本当にね、うん、なんか二度寝したんだよね多分。え、パッといなかったよね。何時から配信だったの？え、何時からだっけ？夜？
夜だと思う。夜なんか多分昼に撮ってたのかな。昼忘れちゃった。そう、昼に大寝坊決めたの。大寝坊決めていや本当そうするとね、うん、リスナーの人たちも、うん、なんか怒るってよりは、うん、なんかむしろ楽しみ出すんだよ。そうだ ね、 そ う、 だね。そうそうそう。でなんかハッシュタグゆっくり寝ろみこちっていうあのハッシュタグを使ってこう実況してくれるみたいな感じで、うん、そしたらさツイッターに簡単にトレンドに入っちまってね。すごいよ。だから人気だからだよ。もうね起きたらねもううわーみたいな。ミコのこと知らない人も、うん、えこの VTuber こんなに寝てるのみたいな感じになるんですよ。もうやめてどういうこと。いやもう本当ねもう恐ろしい。起きた時はね、うん、死んだ死んだなって思ったんよね。そうさ起きてもさ、うん、その配信しないって言ってもあるじゃん。いやでもねそこはもうみんな待ってるから、もうお祭り騒ぎになってるからさすがに出なきゃっつって、うん、黒背景に自分がこう出て、うん、終わりますすいませんみたいな感じだったの。コナちゃんはさ、うん、朝は強かったりとかします？私はめっちゃ弱いけど、うん、なんかねあの音がすごい苦手な人で、うんうんうん、あの大きい音がすごい苦手なのね、うんうん、だから結構すぐ起きちゃうんだよね。目覚ましもすっごいちっちゃいの。あ、ね、私あそうなんだ。あの多分普通の人だったらそのまま寝るレベルの音でも起きちゃうから、うん、すごい。そう寝坊いい寝坊はそんなにいっぱいっていうかあんまりしたことなくて、うん、でもちょくちょくの遅刻がいっぱいある。あそうなんだ意外。あの電車を、ねね、乗り忘れるとか乗り忘れることないけど。コロちゃんちょっとポンだもんな。ポンじゃないよ。そうそう出るのが遅いみたいな、うんうん、起きてるくせに、うんうん、もたもたする。あでもそうだね、うん、それはみゆこもわかる。うんぽわぽわぽわなんだよねみこも。ぽわぽわぽわだよね。よいや4時間はもうさすがにぽわぽわ取り越して死んでる半分。だってさ絶対大きな音鳴ってるよね。いや多分鳴ってると思うよ。でも、うん、その時はつけてないと思うよ目覚まし。なんでつけないのそういう時にしちゃうんだってポンだからね。いやもうね全然してないんでね。でもはねもう記録はもう終わったという感じですよ。はい、またやってほしいな。ではでは、ラジオネーム中谷さんからのお便りです。いただきます。コロちゃんみこちどこくらどこくらどこくらなんだどこくらみこち2度目の代打ありがとう。スイちゃん以上にあるコロちゃんとのシナジーで代打会を盛り上げてね、うん、さて私は先日何気なくテレビを見ていたらゴールデン帯のトーク番組にコロちゃんが出演していました。知ってる。メンタル強強な芸能人の面々に蹴落されてあからさまに萎縮していたのが画面越しに伝わりました。さらに話すエピソードがどれも心配になるものばかりで制服ではかなりリラックスされているんだなと思いました。そうですね。みこちにも何か収録なので周りの人に対して萎縮してしまった経験などあるでしょうか。もしよろしければお話ししてコロちゃんを勇気づけてあげてください。いやあれですよね、うん、さんまさんの番組ですよね。踊るさんま御殿に、ね、いやすごいよね。いやねもう恐ろしいですよ。いやさんまさんに会えるってすごいな。うんね、猫も萎縮しちゃうわ。いや絶対そう、みこちならね分かってくれると思ってる。うわってなっちゃう。ねえ、ね、もう怖くてさ、うんうんうん、もう怖くて怖くてずっともうなんかほんとただただ、うんにニコニコしていることしかできなかったし、うんうん、もうなんだろうね本当に普段、うん、暖かいところですくすく育っていっていけてたんだなって。やっぱテレビの世界は、うん、本物テレビの世界は違うんですか。いや本当に戦場だったよ。怖すぎた。マジで怖かった。もうやだやばい。そうしかもそう他に声優さんもいなかったし、うん、初めてお会いするそうお会いする方ばっかりだし、うん、ねえ観覧席にお客さんもいるし、うん、いやもうえぐかったですよ。いや本当にそうだった。いやでもすごいすごいよね。いやいやもうでもさ、うん、みこちもさきっとそういうなんかね緊張するようなさあでもあるんじゃない。萎縮なったらねあの
時のそらちゃんっていう、うん、もうホロライブの代表のアイドルみたいな、もみこの先輩、もうホロライブ作った人みたいな、作った人、そう、一番最初にデビューしたそらちゃんっていうのいる、あのアイドルがいるんですけど、その時のそらちゃんのドラマ CD 収録にゲストとして呼ばれたんですよ、うんうんうん、であの本当にもうコロちゃんがさよく収録しているような現場に初めて行ったんですよ、うん、そう、もう立って収録するタイプの、うんうんうん、もうアニメの収録現場に初めて行ったんですけど、はいはい、あの時はねすっごい萎縮したね。そうだよね。もうねなんかそのアニメの声優さんの現場みたいなのは、うん、なんかこう動画とか、うんうん、テレビとかで見たことはあって、なんか想像はできてたんだけど、うん、本当にこうプロデューサーさんがこうちょっといて、うん、そのプロデューサーさんは結構さノリがいいんだよ、なんかアニメとかねテレビで見たみたいな感じで、あじゃあ頑張って気楽にやっていきましょうねみたいなマイクの使い方わかりますみたいな感じの、まあね、うん、みたいな、もうここに、うん、なんかね上着をこう巻いてそうな感じのおじさんなんで、いるコテコテだそうな人、本当にいたんだよって、そうでしょ、すごいなと思って、ゾンビランド佐賀的ないるそんな人、いやレアだったのかな、多分レアだと思ういや本当に、うん、でそらちゃんはねそういう現場とかもまあいろいろねミコよりも活動してるから慣れてるというか、うんうん、え、わかるみたいな、立ち方わかるみたいな感じで、先輩だ、そう聞いてくれたりとかしたんだけど、うん、いや、わかんないで、なんかこう、なんだろう、立ち位置をこう変えていくんですよ、うんうんうん、立ち位置をね、え、そんなじゃいっぱいいたってこと、あのね、いました、あの、伊藤美久さん、大変だね、そう、がいたの、え、声優さん、伊藤美久、うん、え、ミクがいたのミクいたの、どういう収録、いや本当にボイスドラマで、そうキャラクターの役をしてて、それ やだねそれ、やばいやね、最悪だねそれ、なんでなんで、なんでなんで、初めての現場でさマイクワークまでやんないといけないんでしょ、そうしんどい、いやもうあの時はね本当に、しかもさだから、うん、こう撮り直しとかができないじゃないですか、基本的に流れを止めちゃうじゃないですか、だからすごいな声優さんってなって思って尊敬してる、いやいや本当にこのちゃん尊敬してるよ、いやでもいや私今でも緊張するから、いやあれを毎回やってると思うと、もう猫だったら胃が持たないかなって、まさにそうだね、私がサンマ御殿に行った時に感じたことまたこんなの毎日やったら胃が持たないって思ったもんな、いやそれと一緒なんだよ、だからコロちゃんもすごいんだよ、すごい、いや全然別のことにチャレンジしてるからね、ミコちゃんもすごいですはい、というわけでたくさんのお便りありがとうございました、はい、引き続き私たちのメッセージをお待ちしております、はい、さくらみかん、田所あずさ、平行線スクラブル、スクランブルプラン、まだまだ平行線をたどっている私たち、そこでもっとお腹が深まるような企画を行って親睦を深めようというコーナーです。リスナーの皆さんからは私たちの親睦が深まりそうな企画案やゲーム案などを募集しています。前回はスイちゃんとあるなしクイズをやりました、うん、ああやりましたね、どんなやつだったかなでも今回は、はい、あのねみこちと私にちょっとゆかりのありそうなものになっておりますので、リスナーさんからのメールを紹介します。はい、ラジオネームクリーンヒットさんからいただきました。前回海外ドラマ好きという共通点があったコラーズとみこちなので、うん、英語のスラングの意味を当てる対決をしてください。はい、ということで、そうです、今日はスラングクイズに挑戦したいと思います。で海外ドラマ、はい、まあ、私たちの大好きなスーパーナチュラルなんかものすごい量のスラングが出てきますから、そうだね、スラングいっぱいだし、うん、まあ結構ね、うん、あれの感じもスラングもあるけど、今回はそんな感じのスラングではなく、うん、ちょっと綺麗めなね、うん、綺麗めなスラング、いやそれを知りたいな、ね、ちょっと気になるので当てていきましょうか、うん、はい、
では早速やっていきましょう。はい、問題です。はい、 ILY。 え、 ILY、 え、なんだこれ。え、 IL Love You。 お正解、やったー、やったー。 ILY、 え、略語にするんだね、こんな風にね。愛してる、 I love you の意味。なるほど、そう、愛がさ、なんかさ、小文字なんだよな、急に。いや、そう、もう全部小文字だよね。うん、あ、L も小文字か、全部小文字だ。次です。問題、 JK、 女子高生。女子高生だよね。あ、違う、え、ジャック、ジャクソン。ジョーカー、ジャック・ニコルソン。スラングでしょ、スラング。コラちゃん、頭で浮かんできた JK を全部言うんじゃないよ。え、なんだろう。ジャスト、ヒント、ジャス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 トキング、ジャストキープ。 K が難しいよね。キック、ジャスト、キック、ジャストキック。バッバー。え、これむずい。ね、なるほど、冗談だよ。キリング、これめっちゃ言ってるわ。 JK、 JK、 でもさ、JK って言ってなくない、海外ドラマで。いや、そうかもね。みこ、でもさ、今思ったんだけど、うん、あれだわ、翻訳、その吹き替えでしか全然見てないからさ、わかんないんだ。めっちゃ不利じゃんってのっちゃった。言ったわ。問題です。 K、ちょっと K だけ冗談。これは冗談じゃない場合。これは冗談ですの場合。 K ね、 K、 うーん、 OK。 え、 OK、 あの、量みたいなことか。そういうことか。あー、量、量、なるほどね。あ、リみたいなこと。リ、はい、問題です。 NP、小文字の NP。 NP? の、ノット、ノットプリーズ。あー、でもぽいね。うん、ノープ。ノ、むずいわ。ノーと思うんだからな。え？ N なんとか、P なんとかなんだ。ノー、ノー、ノー、ノー。ナイスピーチ。ノットですね、じゃあ。ノープリーズ言ったで。コロちゃん、最初に言ったよ。突っ込んじゃった。言ったでって。全然聞いてなかった。なんだろうな。ノー、ピーでしょ。あ、プリンス。あ、プリンス、プライス。ノープライス、ノープライド。あ、ノープロブレム。問題ないよ。なるほどね。なんか出てきそうだったけど ね。ノープロブレムでした。ノープロブレムか。おー、え、面白い。あれだね、そう、単語の頭をこう、うん、取ってつなげるみたいなやつが、うん、スラングではよくあるのか。なるほどね。 IDK とか、うん、D とか、 D とか衝撃だよね。確かに、確かにね。なんでもありだよね。 K もさすがに OK はさ、ちょっとね、もう了解のリみたいな、ほんとに、ね、だって頭ですらないもんね、OK とかさ、うん、O だったらまだしも、うん、K だからね。ね、もうこっちはさ、了解でさ、うん、まあでも漢字にしたら2文字か。了、フロリダ、あ、フロリダツ、フロデリダツ。あ、衝撃だよな、フロリダとか。はい、ね、終了です。はい、ということで、こんな感じでリスナーの皆さんからも私たちの親睦が深まりそうな企画はお待ちしております。以上、スクランブルプランのコーナーでした。さくらみかん、田所あずさ、平行線スクランブル。お送りしてきました、さくらみこ、田所あずさ、平行線スクランブル。今回の平行線が交わったかわからぬままエンディングの時間です。番組ではリスナーさんの皆さんから私たちへのメッセージをお待ちしております。
宛先はおはがきの場合、郵便番号 105-8000 に文化放送庁 A&G プラス星町彗星田所あずさ平行線スクランブルまで。メールの場合はすべて小文字で、スイコラアットマーク JOQR.net、 スイコラアットマーク JOQR.net、 スイコラの綴りは SUIKORO です。公式ツイッターもありますので、そちらもチェックしてください。また本日から1週間後に今回のアーカイブが文化放送 V&R チャンネルにアップされますので、ぜひチェックしてくださいね。はい、ということで本日の放送いかがでしたでしょうか。はい、いやー、ちょっとね、やっとコーナーできましたけど。確かに面白かったね。ねえ、ね、勉強になりました、ね、勉強になりました、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。次回もコーナーやりましょう。はい、はい、ではここでお知らせです、はい、まず田所からです。はい、テレビアニメアークナイツ黎明前奏プレリュードトゥードーンが10月28日金曜日よりテレビ東京他にて放送開始決定です。私はテキサス役で出演しておりますので、ぜひチェックよろしくお願いします。それから月曜日から金曜日朝8時15分から9時11分でテレビ東京韓流プレミアにて放送される帝王の娘スベクヒャンにてソ・ヒョンジンさん演じるソルランの吹き替えを担当しています。めっちゃ面白いのでぜひ見てください。うん、はい、ホロライブプロダクションでホロライブ大運動会っていうね、まあ、いつもの恒例のママイクラでみんなでね、こう切磋琢磨する運動会の企画をね、主催を私さくらみこと同じホロプロの狼みおちゃんでやらせてもらっておりまして、そちらが今年もねやるんですよということで、11月の6日日曜日に開催されます。毎年恒例の大型企画ですので、ぜひ見に来てね。また YouTube でも楽しい配信をしているのでチェックしてください。お願いします。それでは今回はこの辺でお別れとなります。お相手は田所あずさとピンチヒッターを務めてくれたさくらみこでした。バイバイ。